こんにちは、ペガちゃんです。パワープロ2018やっていきたいと思います。よろしくお願いします。先日なんですけども、マシュルムさんがパワープロ2018でホームスチールはできるようになっているのかっていうね、検証動画の方をアップされておりました。まあ、その動画の方はね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひご覧になっていただきたいんですけども、まあ、その動画を見て僕は思ったわけでございます。うん、VR ならホームスチールってできるのって。ちょっと思ったわけでございます。でもなんかホームスチールネタって、マチルムさんのパクリって言われそうなんで、言われないために、ちょっとルムさんに、ツイッターでやっていいかって聞いたんですよ。僕正直断られるかなと思ったんですけども、まあ、ありがたいことに、快諾してくれましたので、今回は VR でホームスチールができるのか、検証していきたいと思います。よろしくお願いします。やっぱりその VR でホームスチールってことは、まあ、三塁ランナーが迫ってくるのが見えるわけですから、かなり面白いかなと思ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは行きましょう。今回は対戦でやっていきます。でこちらなんですけども、まあ、ジャイアンツ、まあ、これアレンジチームのジャイアンツなんですけども、こちらでやっていきます。で対戦相手は日本ハム、日本ハムでいきたいと思います。こちらもアレンジチームでございます。でオーダーの方なんですけども、今回、まあ、ホームスチールをするということで、最強のランナーの方を用意いたしました。こちら、まあ、ランナーっていう選手なんですけども、はい、ホーム突入、ヘッドスライディング、盗塁 A、 走塁 A、 走力 S ってことで、もうこの走る技術に関してはこれ右に出る者はいないと、まあそういう選手になっております。こちらの選手でホームスチールの方は行いたいと思っております。で対するピッチャーの方なんですけども、今回はいこちらの投手、はい、TDNはい、ただの投手を用意いたしました。こちら超スローボールを投げるということで、はい。まあ、名前もただのにしてね、やっていきたいと思います。で、今回オプション設定の方なんですけども、ピッチャーが投げるボールが分かんないといけないと。ピッチャーどの球種投げるか分かんないといけないと。いうことで今回は、こちらですね、投球カーソル、まあ、これをカーソルにし、球種ガイド、こちらを方向球種にしてね、超スローボールが投げるときは分かるようにしていきたいと思います。まあ、それではね、試合開始でいきたいと思います。試合開始だ。さあ始まりました、日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ。さあただの投手が上がっております。さあやっていきましょう。まずこの1番のランナー選手で、まあ、塁に出ないといけないということでやっていきましょう。待ってよ、いきます。さあこれストレート投げるってことで、まあ、打ちましょうか。とりあえず投げた、初球外れても、まあ、とりあえずランナー出ないといけませんからね。これ次の投球、はい、投げた。おお、超スローボール、どうだ。あ、ちょっと待って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 。あ、よかった、落ちた。よかった。落ちた。よかった。で、これ、盗塁しましょうか。うん、二塁に行きます。盗塁で。ウエストボール来てるけど、多分大丈夫。オッケー、完璧。で、これ三塁行きましょう、三塁。三塁行きましょう、三塁。よしよしよし、三塁に行って、さあ、こっからっすよ。こっから。こっからでございます。この三塁にいるランナー選手を、超スローボールが投げたと同時に走らせたいと思います。とりあえずストレート投げるってことで、まずは待ちですね。はい。見送ってストライク。初球見送ってストライク。来るぞ来るぞ来るぞ。初球ストライクから。どうだどうだどうだ。いったー。いったー。いけました超スローボールで。VR でもできた。よかったー。結構楽勝でしたね、結構。これ迫ってくるのが見えて結構良かったですよね。はい、2試合目でございます。2試合目なんですけども、先ほどはねノーマル視点で、まあ、やったと思うんですが、次は打席視点、本当にバッターの目になって三塁ランナーが走ってくるの見えたらすごく面白いと思うんですよね。これでやっていきたいと思います。それでは試合開始していきましょう。はい、それではやっていきましょう。はい、ランナー3塁にいます。さあ坂本、これ打席視点です。これバッターの目になって見ています。さあストレート2球来た。お、超スローも来るよ。さあ、こいか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 い、どうだ、よーし、決まっていく。すごい、なんか迫ってくる感じがすごかった。うん、さっきのノーマル視点よりも迫ってくる感じがすごい感じたな。なんか日本語おかしかったけど。さあ坂本、オッケー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 。これランナー3塁にストップしておこう。そして次のバッターが、まあ、安倍ってことで、はい、左バッターなんで、より三塁ランナーの動きが見れるかなと思います。ランナー、三塁ランナー、これ、吉川尚輝なんで、多分、
足、まあ、ランナーほどじゃないけど、いけるかなとは思っております。さあ、あ、これ三振になっちゃった。あ、三振になっちゃった。で、これゲレーロじゃなくて、王将でいきます。はい。まあ、左バッターで続けてやっていきたいと思います。さあ、ストレートきます。まあ、これちょっとウエストボールは危険ですね。いかない。さあ、おお、超スロー来た。さあ、いきますよ。これ、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 ちょっと遅かったな。ちょっと遅かったな、これ。おー。まあ、でも、左バッターの方が、向かってくる感じはしたから良かったな、うん、はい、という感じでね、今回はこれで終わっていきたいと思います。また VR でね、やってほしいネタとかあったらね、ぜひね、コメント欄とかにお願いします。という感じで、この動画良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方ね、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの